はい、こんにちは、もくもくキッズです。今回紹介するのは、アガツマ、ダイヤペット、高速パトカー、日産スカイライン GTR R34 になります。パッケージはこんな感じ。ボンネットの開閉と左右のドアの開閉ができるみたいです。さあ、続けて開けていきたいと思います。R34 いいですね、かっこいいです。それでは行ってみましょう。じっくり見ていきたいと思います。フロントはこんな感じ。グリルに警察のマークがついています。ルーフにはブーメラン型の赤色灯と110番が書いています。サイズはこんな感じ。ドアの部分に警視庁と書いています。ホイールはシルバーのホイールが入っています。続いてリアを見ていきましょう。 GTR のリアといえばこれ、丸いテールライトがかっこいいです。それにリアウィングがつきます。そしてエンブレムには GTR、 反対側のサイドも同じ仕様になっています。あとはボンネットが開くギミックが、ちょっとですがボンネット開きます。中身はこんな感じ。あとはサイドのドアが開きます。はい、ということで今回はアガツマダイヤペット日産スカイライン GTR でした。いかがだったでしょうか。今回はこの辺にしておきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。